バコンは、ブロックチェーンを罪に経済的に排除されることに焦点を当てた公正な原則を備えたデフィベースのソーシャルトークンです。前書き、ムーンコネクトは、最も分散型で分散型のトークンを宇宙に配置し、所有者が5,000,000人に達することを目指しています。循環供給の 70% は、ランダムなエアドロップ、報奨金、報酬を通じて提供されます。ムーンコネクト、ドルマコンは、世界中で500万人に達するという使命を持ったソーシャルトークンです。主な目的は、これまでで最も分散型で分散型のトークンであるということです。私たちのチームは、社会的な方法でトークンを広めることを可能にする配布アプローチを開発し、大量販売を回避し、それらの資産を作成して、いつの時代も簡単にデジタル化資金庫に役立てることができます。ムーンコネクトは、最も分散型で分散型のトークンを宇宙に配置し、所有者が5,000,000人に達することを目指しています。循環供給の 70% は、ランダムなエアドロップ、報奨金、報酬を介して行われます。ムーンコネットは、大きな可能性と強力なチームを備えた優れたシステムです。このプロジェクトには明確な開発戦略があり、開発者は自信を持ってプラットフォームを改善することができます。最新のテクノロジーベースの素晴らしいプロジェクト、素晴らしい協力で正直な管理。それは、ブロックチェーンを通じて新しい世界経済に経済的に排除されたものをもたらすでしょう。公平な分配、ムーンコネクトのプログレッシブ配布メカニズムは、バイナンススマートチェーン内のすべてのトランザクションを追跡し、人間のユーザーによって制御されている的確なウォレットをランダムに選択し、ドルマコントークンの数でエアドロップします。500兆個のトークンは、このメカニズムを介して提供されますが、配布ウォレットによって収集されたリフレクション報酬は、エアドロップ、バウンティー、および報酬キャンペーンの合計 70% の循環で、手動で実行されます。5,000,000ウォレットに配布されます。経験豊富で成功したチームによる明確なロードマップを備えたユニークなプロジェクト。私は最初からプロジェクトを開始し、その日の開発を開始します。素晴らしいプロジェクト。私はこのプロジェクトを見つけてとても嬉しいです。視点から見ると、非常に有望であり、必要です。現在は、すべての最新の要件を満たし、様々なメリットがあります。プロジェクトに精通しました。終了農業に関連する一般的な問題。2021年の最も重要なブルランは、環境に基づいたハイパー競争で発生し、ぶどまりと